手に刺激したくないっていうところだから、強くて可愛いなんていうこのヒロイン、君が泣くまで殴るのをやめない、なんかまともに取り合っていけないタイプだよな。でもかわいそう、扱いが悪いけど、なんやかんや、え、はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、即位シートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、第9話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、即位シートが最強すぎて異世界の奴らが何ですか、見ていこうと思うわけなんですけれども、今回で第9話終盤戦に近づいておりますということで、まあ短いパッケージでいろいろとお話が展開されている中、また新たなお話に入っていく。そして前回、クラスのみんなとまた再会することができたんだけど、ちょっとやっぱりクラスのみんな倫理観が崩壊しているよねみたいなところで、さあさあさあ、まあまあまあ、前回ね、なんか同じようになんかギフトをインストールできなかった女の子が動き出していたりだとか、まあなんか機関の存在だったりだとか、どん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 ね、風呂敷は地味に広がりつつあるので、ヨギリ君がどんな困難に巻き込まれてしまうのか、いろいろ注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ MBS キラリン、レッツゴー。さあ宇宙船、何 UFO、 あ、シオン。さあ、あ、葵ちゃん、本格的に見抜いたわけだな。うん、もうなんか有効活用すぎる、声優さんの。でも事実上、あるじ、妹、マジ妹、あ、すごい高速、強い、やばい、かわいそう。生地生きたせいで酷な目に。お？かわいそう。いや、それはダメだ。それはなしだ。それは一番良くない。ダイモン。君とは手を取り合える仲だと思ったけど、手を取り合えないな。その展開は僕は、なんなんなんな、やっぱりね、男の子が実は女の子でしたっていうのはね、ちょっとね、あまりよろしくないんでね。はい、この世で一番敵を増やす選択ではあると思うんですよね。好きな人がいるのは間違いないんだけど。さあ、まあでもある種、正確に、ねえ、ヨギリクを見つめた結果、ぶっ壊れてしまったわけなんだけど、まあ運命的に、なんだろう、彼を否定できないっていうところなんだろうな、すべての執着ってところで。何か一つでかい概念が消えてしまう、特にやっぱり死という概念が消えてしまう。ギガキテさん。さあ、友近ちゃんの強さもなんとなく明らかになりつつあるわけだよね。卑怯戦犯というなかなかとんでもない弾道裏流。あ、あれが妹か、出てきたのが。これで合わせていただけたらと思います。ハモっていたらぴったり。レッツゴー、ベビー。
即シード制作委員会レッツゴー。うん、偉業ね。賢者になるためには偉業をなせと。マニー。うん、え、マジか、どうしよう。あ、まとめる？それはそう、それはそう。あ、心配してたんだ、よかった、心配してくれてたそうです。なんて優しいクラス。なんか安心感があるな。こんだけ厄介な倫理観飛んでる人たちがいっぱいいても、よぎりくんなら問題ないしな。さて、大きくなかった。ホラリス。あ、そうか、千年か。ああ。封印の鍵。ああ、だから妹がうんぬんかんぬんってやつね。え？なんだなんだ、西洋に向かって。まあそうね。うん。誰？アイドル。誓いを結ばせる代わりに相手に何か。あらあらあら、言葉が出てないね。うん、うん、コックとリーダー。コックはいいんじゃない？うん、そういうことになってるの。いいぜ、いいじゃん。ブリゴキやれるよ。調理場に出てくるブリゴキはもう任せてください、ヨギリ君に。バルさんと同じ扱いをしてもらって構わん。うわ、死神。え、マジ、え、同クラスやん。うん、なんで、あの、偏ってる、偏ってる、あの、偏ってるよ。三貴族偏ってるって、ギフトが。うん、まあ三人エロゲマイスターだったわけね。うん、うん、ろくなものじゃないな、全員。まあある種エイブリエタスの先触れみたいな能力だな。あ、はい、私の彼氏について。お隠しさ、え？関係者？あ、監視？え、何？目？ギガン。機関とのあれが。すごいな、感性。はい。何？すっごい土下座。綺麗な土下座。
監視の子か。第一門が開いてる。まあこうなるのが、多いな結構。教団。ああ、想像以上に多いね。あ、はい、はい。あ、はい。うん。まあ、協力者になりうる存在がいっぱいいるのはでかいな。まあ、逆らっちゃいけないっていうのは分かってるだろうからね。さあ、エウフェミア。オリジンブラッド、吸血鬼か。妹だよね。お？死んだ？なんだ？反射してる。うん。ああ。ああ、なるほどね。うん。うん。今気づいた感じだな。そうね。知ってる人だけ。まあそうだよね。逆らっちゃいけないっていうか、下手に刺激したくないっていうところだから、まあ味方だよね。もう、なんだろう、表面だけっていうわけでもなく、心から味方って捉えて良さそう。めちゃめちゃでかいな。特に隠密と侍。あら。かわいい。そうなの？まあ、確かに。あら、綺麗な金髪だ。あ、新選組。新選組のような。あら。あすごいな。え、コスプレ大会？これコスプレ大会始まってる。あら、エゴイスティックブラックスミス。すごいかっこいいな、クラス。あ、そっち？そういうことか。さあ、あ、リッキー。リチャード？おう。さあ、コンサル。さあ、とりあえず偉業をなすぞと。強っ。まあまあまあ、戦闘向きなクラスも、いるだろうしな。うん、すごいね。あ、はい。はい。うん。あ、骸骨兵が。あははは！おう！武術！思いつ、すごいな！長いの！かわいい。強くてかわいい。なんていうこの広い。あ、なるほど。そこに置くとちょうど。
シンプルに戦っても強いなってことは。すごい上からだな。まあ、概念を害虫と捉えてます。そしたら駆除できます。お？あら！あはははは、かわいい。お？やばい。あはは、そうね。かわいい。さあ、割といいコンビになりそうだな。オリジンブラッド。うまっ。あ、この子レインが残した。どうしよう、名前？イズリー、リズリー。あちこちで進んでるな、物語が。ああ、でもしっかり、しっかりと。わお。もう丁寧に情報収集。お、いるじゃん。あら、ありがとう。あはは。これ来てない？エロゲさん貴族すごい。さて、置いていった強化人間、ドラゴン食った子だよね。さあやられる。ああ、やばい。君が泣くまで殴るのをやめない。あ、やばい、エブ先触れが。痛い。感覚あるんだ。ああ、物理で。やば。そうね。あ、しよう。そうか、葵ちゃん経由で接触しにかかったんだ。なんかまともに取り合っちゃいけないタイプだよな。でも
どうする気だろうね、でも。あ、かわいそう。扱いが悪いけど、なんやかんや。死んだ？あら、リュートの剣能だっけ。はい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 。あ、チケット必要なの。あー、そうね。それはそう、それはそう。寝てる？やばい、6層はやばい。7層か。まあ、話が来てる。そうね、拳でやられたからな。でも、まあ修復したわけだもんね。迷ってるうちどんどん進んじゃうよね。でもよぎりくんとかの動きが。さあ、ドア2ドア、コンサルタント、ああ、じゃあ、わあ、なんか、も、視点が別だな。ちょっとぐちゃぐちゃにしようとしてるな。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。なんか、何考えてるかわかんないっていう風になってるけど、割と何も考えてない説はあるな。これ多分そうだよね。多分何も考えてないよね、正直。まだ、ヨギリくんについての情報がやっぱりはっきりと、ね、実感として持ってないから、何も考えてない説っていうのはあるな。だから、適当に刺激して、もっともっと探ろうとしてる感じがあるね。いいね、いいね、でも。花川くん、花川くんが今一番安全な説はあるよね。リュウとくんちゃん、どっち？あれはちゃんなの？くんなの？まあ、多分魔人の手下っていうくらいだから、性別も変化できるんだろうな。なかなか面白コンビはずっと一緒にいてほしいんだけど。ただ、魔人の妹が何年かんぬんって言ってたから、彼が何を、っていうか、まあ、解放者とてなんだよな。もうなんか、ヨギリくんがどう活躍するかっていう動線を今追ってるからさ。多分、ヨギリくんがね、能力を使って戦わなきゃいけない状況っていうのが出てくるから、どうやって周りがそこに至ってしまうのかっていうところが気になるね。なぜ彼らは死んでしまうのかみたいな、もう、死は確定的なものとして、あ、はい。浅香さん？
はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、なるほどね、なるほどなるほど、結構やっぱり理解者はいるんだね周りにね。うん、理解者っていうか、ヨギリ君がどういう存在かを理解した上で付き合い方をしっかり把握している存在っていうのはいるんだね。3人もいるのか。結構でかいね。もしかしたらまだいるかもしれないしっていうところで。まあ、篠崎彩香だったり、リズリーだったり、まだまだね、気になるポイントというか、やっぱり動きそうな、絡んできそうな存在っていうものは何人もいるんだけど、ちょっとでも、やっぱり一番不安なのはシオンだよね。シオンがクラスを使って、やっぱりクラスメイトを使って、やっぱり、ヨギリ君排除に動こうとしているわけではあるんだけど、でもそんなのが通じるはずもなくっていうところなわけで、まあ、クラスメイトの命がどんどん軽くなってしまう、悲しいっていう感じではあるんですけれども、そうなるとでもやっぱり一番安全地帯にいるの花川くんじゃない？ヒーラーくんじゃない？いいじゃん。もう女装した男の子と二人ですごい幸せに行ったらいいと思います。めちゃめちゃいいと思います。花川くんと趣味は若干ながら合わないかもしれないですけれども、一番異世界を楽しめているのは花川くん説っていうものはある。うん。まあ一番怖いもの、ヨギリくんというとんでもなく怖いものを見た後だからね、もう全てが結構軽く見えるっていうのはワンチャンあるのかもしれないですけれども、もうヨギリくんに会わなきゃ、まあなんとかなるだろうみたいなことを思っているっていうのはあるかもしれないけれども、まあ一番安全圏にいるのかなっていう感じでもあるし、一度見逃されてる分、やっぱりヨギリ君もなんかもう別なんか敵でも味方でもない存在と認識してそう、うん、なんかよっぽどなことがない、本当に敵意を見せてこない限りは殺さなそうだよね。ある種許しを得たっていう感じだね。この一瞬の敵意を見せてしまった失態はしたけど、それを許されてるから、まあ良かったのかなって感じでもあるんですけど、いやいいな、でも、リュウとくんちゃん可愛いねっていうところであるわけなんですけれども、シオンはでもどうなんだろうな、何も考えてなさそうだよね、でもぶっちゃけ。ぶっちゃけだって、何も考えずにとりあえず探り入れるためにまあクラス消しかけてみーよっていう感じな気がするし、篠崎さんがどういう風にやっぱりシオンとこのヨギリくんのこの今やっぱりこういうパイプじゃん、だって賢者になってシオンに会えればヨギリくんはまあ情報を聞けるかもしれない、帰れるかもしれないってなってるし、シオンは会ってみたいっていうより始末したいって感じで、もう運命がどんどん彼らを引き寄せてきてるんだけど、そこに篠崎さんがどう割って入るのかっていうのは非常に気になるところでもあるし、まあでも帰ろうと思ってすぐ帰れる場所なのかっていうところも非常に不安なところがあるけど、どうなんだろうね、次回予告がちょっと気になるよね。うん、昔の女が現れたっていうことで、まあ今までの描写を見る限り朝香さんだよね、多分ね。ヨギリ君の昔の女って言われたら、まあ朝香さんぐらいしか出てこないのかなって感じでもあるし、でもどうなんだろう、昔の女っていうのが、まあヨギリ君の昔の女じゃないかもしれないよね。それこそ昔に会って死んだはずの篠崎さんが現れた、友近は戸惑っているっていう可能性もあるしね。やっぱりなんか結構ミスリード的なタイトルの可能性も全然あり得るから、そう考えたらどっちかだな。いやでもいいな、仲間できたのでかいな。お隠し様として理解している存在もいる。まあでもそうしなきゃいけないわけだもんね。葵ちゃんみたいにやっぱり引きこもったりとか、もう出会ってしまったがもう最後みたいなところがあるから、もうひたすらそのヨギリ君の布教を買わなかったりとか、やっぱり殺意を向けられないっていうようにすることが何より大事なわけで、まあやっぱり理解して正解を踏むっていうことが一番大事な作業ではあるんですけど、ただそれをできる人間が何人いるかっていう話なんだよね、この世界にね。やっぱりヨギリ君の存在が規格外すぎるというか、もう規格外っていうわけじゃなくて、ある種一種の規格であると、でかい概念的な資格であって、なんかもうね、排除しようと思うこと自体が間違いなんだよっていうような発想に至らなきゃいけないわけなので、あらかた勢力的には整理されつつあるので、まあ次回またまあ魔界の攻略だったりなんだったりどうなっていくのか、まあ魔人を攻略していく友近ちゃんもどうなっていくんでしょうね、戦っていくのかな、うん、気になるところではありますが、次回の動きも楽しんで追いかけていきましょう。以上、即死チートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが本当に相手になっていません第9話でした。バイバイ。